どんどんコメントしていただけたら。そうね。で今日はせっかくほら来てもらったからさ、面白い話、みんなが気になっている確信つこうぜ。確信なんだ、何の確信？確信、我々の共通点って何だと思う？我々の共通点、麻雀プロですか、うん、この4人の、うんうん、女性、女性、うん、だけ150センチ台、おお、150センチ台、一番大きいね、156、私が一番大きい、嘘でしょ、9だもん、嘘でしょ、本当嘘だよ、すごいと思う、159もあるように見えないよね、ないないない、嘘でしょ、嘘だよ、測る、いいよ59もあんの、59もあんの、すげえじゃんそんなにびっくりしたんだけど、150センチやんだけど、だって、まあ、53だよ、53、うん、え、ふみさんは55、あ、55もあんの、うん、は何結果53? 59? 55? 57? 57? 57? あ、じゃあ2センチ刻みぐらい、79だ、すごいじゃん、あ、そうなんや、立ってみましょうか、一回綺麗に並べるはずなんですけど、そうだね、じゃあ3579で並べます、2センチごとに、記念の方で一番向こう、あ、ほんとだ、あ、ほんとだ、みんな向こう見てほら、え、はい、3579じゃない、2センチずつ、うん、ちょっとあるよ、綺麗でしょ、9、ほんとだ、ちょっと2センチ大きい、ちょっとこの下のさ下のクッションあるんだけど、いや、まあまあ、すいい、いやいや、みんな座布団の上にいるから、ちょっとビビサすぎるえ、でも綺麗に2センチぐらいだね、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます、電波みたいですやっぱりな、みんな真ん中の大きいもんな、私マリシャンと一緒なんだけど、確かにそうだね、うん、でもマリシャンはやっぱちっちゃいからさ、ちっちゃく顔と手足が細くて長くておっぱい大きいから、最後の別にいらないよ、ね。いや、なんかね、同じ身長に見えないんだよね。どう考えても。あ、マキドンが一番大きく見えたのにな。ね、マキドンが一番大きいと思う。勝手に。そう、我々背大きい人の骨格してるよね、顔が。マキドンが。ああ、なるほど。そうそうそう。なるほどね。骨格、うん、大きそう。大人っぽい顔してるしね。私も38歳です。まだ38歳なの？38歳です。38つと、あれ、ウオタンとか、ウオタン一緒ですね、ウオタンって初めて呼んだな、ウオタンとか、あれだよ、ピンちゃんとか、中林、あ、中林、あの辺、いるね、結構いっぱいいるよ、そう、あの、翔ちゃんもそうだっけ、あ、翔ちゃん、翔ちゃん1個下じゃない、1個下か、なんか37、8くらいがいっぱいいる、なんか38歳がすごいいっぱいいるイメージ、普通に私の1個上2個上もいっぱいいる気がするんだけど、私の年が全然いない、うん、確かに私のその同い年がウッチーと、あ、猿は、猿川さんもっと上、上、猿川さん4つくらいだったかもしれない、うん、3つ上かな、3つ上って久里さん、佐々木さんはね、4つ上だった、大人だな、うん、私も3つ上か、みんなね、みんな年を取ってくるんだ、だって我々ほら20年ぐらいからさ、大体同じメンバー見てるわけじゃない、そうそうそう、みんなおじさんになって、だってタロちゃんなんかもう50でしょ、50ですね、あのさ、あの7年前の RTD をさ、この間見てたんだけどさ、みんなちっちゃかった、あ、私そう、タロ、かっこよくて、ツンタンも、アシさんも、なんでみんなあんな太っちゃったんだ、でもね、勝俣健二が一番ちっちゃかったシュッとしてた、そう、だから違う、我々の共通点といったら M リーガーでしょっていうことを言いたかったんだけど、確かに、そう、 M リーグといえばフェニックスがほら新生フェニックスに、確かに、おめでとう、おめでとう、ポーズ、ポーズ、ポーズどうするの、あ、そう、ポーズどうするのと思って、なんか考えてましたよ、昨日考えてんの、新しいポーズじゃ変えるの、あ、いや、変えるかどうかわかんない、変えるかどうかはちょっとまだ決まってない、決まってない、変えるとしたら今年だよねみたいな感じではあるけど、女子1人、女子1人男3人だから、もっと男臭いポーズになるかもしれない、やだよそんなの、男臭いポーズ、セミポーズがいいじゃんね、だからうちはこれでドリブンズがこれだからめっちゃ被ってるわけでもドリブンズの方が後だから殴られたって我々は思ってるわけで、ね、ケンちゃんがポーズどうしようかって言ってて、これでいいんじゃないって言ったら、これでいいかあんな決まり方しちゃったんだ、そうそう、最初これだったよね、あ、そうだね、そうそうそう、あの初年度のこれでいいじゃん、ずっとね、これでね、だって初年度優勝した事実は変わらないもんね、別に2年目で何位だろうと3位に変わらないとさ、うん、トゥース、
初代チャンピオン、私もなんかこれでもう浸透してるのかなと思いきや、なんかこれになったから、そう、赤いタイヤと思って、なんかもう優勝してないしみたいな、ぐじぐじ言ってたよ。でもなんか男らしいポーズみたいな難しいね。男らしいポーズって何ですか？フェニックスだから、これもうこれでいいじゃん。嫌だよ。それは嫌だよ。幅取り嫌なんだ。確かに。ちょっと取ったら幅取りすぎじゃないだって。確かに。じゃあ縦に4人並ぶとね。どういうこと？いやいや。インタビューしてインタビューしてさ、本日ありがとうございました。うん嫌じゃない？クソだからね。かよちゃんがびっくりしちゃうね。かよちゃんとか元太さんやったらもうすごいことになるね。確かに。入んない。はみ出ちゃう。バーン。なんか4人で絵になるポーズみたいなものがいいんじゃない？それぞれのポーズ。あの角度が違うとかさ。集まって初めて完成するみたいな。ああ、ギュギュ特選隊みたいなやつね。みたいな感じ。どう？いいんじゃない？どう？どうだろう。すごい嫌そう。いや、考えるのがめんどくさいでしょ。思いつかないね、それは。なんかないかな、もっとコンパクトにする。あ、でもさ、監督がさ、5人目がいるわけじゃない、うん、だからさ、5人のギニュー特選隊のポーズいけるね、いけるよ、センターに監督を置いて、そうそうそう、で、前、リクカリと、おお、まあ、サヤカットは浅井さんかな、大きさ的に。そうだね。で、その両脇に、ゲンタさん、ゲンタがギニューってイメージだな。でかすぎんだよな、2人が。うん、なんだっけ、一番でかいの。大悟さん。あ、そうか、ゲンタ。ゲンタじゃなくて、バータだっけ。え、一番でかいのギニューさんじゃないの。いや、さっきからそのギニューさんがわかんない。マジで？嘘でしょ？何の話してるの？嘘でしょ？ドラゴンボール知らないの？ドラゴンボールはわかるけど、ギニュー特性体は知らない。え、嘘でしょ？ドラゴンボールで一番盛り上がったのはナメック星じゃないの？ナメック星編で、ほら、あれでフリーザのさ、フリーザさんでね、ギニュー特選隊呼んでた、すごい大きな敵がいて、うん、あれあれあれ、ギニュー特選隊、あー、見たことはある感じ、うん、リクームが一番大きいのかな、ゲンタみたいな、いや、バータ、バータでしょ、バータがだから、あれは1じゃないの、ゲンタさん、いや、でリクームがだから大ちゃんでしょ、そう、リクームさんは右側の人ですか、リクームの左はあの左のモヒカンの人、はいはいはい、うん、やってるよ、うん、なんかジースがさやかで、確かにウルドが浅井さん、確かに5人もいる、そういるよ、赤と緑と紫と青とさ、赤がちょっと後ろにかぶってるんだけど、あのかぶってるところがさやかってこと、そうそうそう、赤い人ね、一番イケメン、緑は誰が、緑はグルドっていう、たたき、止めるんですよ、ちょっと外れじゃないと大丈夫、一番なんかなんていうのかな、いやでもなんか超能力使えるか、うん、そう、あいつまあまあイケてるやつすごいんですよ、バーターさん、なんかああいう感じのポーズをやって前にそれをなんか写真載せたことある気がする、いける、ギニューにやってたポーズってこと、いや、なんかこんな感じのこととみんなでなんか、うん、バチャバチャしてくださいって、うん、新しいフェニックスのポーズは気になりますね、うん、ね、気になるね、ちょっとあれだね、本番までに仕上げてもらって、もうやんない、これは、いや、わかんない、やるかもしれない、何も思いつかなかったら現状維持ってことだね、じゃあ、うん、いいのができたら変わるかもしれない、可愛いけどね。